はい、皆さんこんにちはレック専任講師相続税法担当の飯田でございます。 こちらの映像はですね、はい、画面の方を切り替えます、えー、合格発表後の受験計画ということでえただいまですね、えー、税理試験合格発表直後のですね12月1月のタイミングでですね、えー、レック税理士講座特にですね相続税法でご案内できるですね講座のご案内の映像になっております。 はい。でですね、えー、た、えー、ご案内はですね、えー、先ほどご紹介しましたですね、あの担当講師の飯田でございます。よろしくお願いいたします。はい。ではですね、まず、うん、皆さん合格発表ね、いかがでしたでしょうかね。えー、あのー、皆さんのですね、努力がですね、まあ正当に評価された。 方もねいらっしゃったと思うんですけどね残念ながらですねあの合格できなかったという方もいらっしゃると思います。まあ一応ですね税理、まあ、試験はですね、まあ、どのような結果であってもですねその結果を受け止めてですね最後まで仕上げないとですねなかなかちょっと仕上がらないですねあの終わらないという試験でございますのでぜひ、はい、ですねちょっとここはですね好ましくない結果であったとしてもですね切り替えていただいて次のですね学習をスタートしていきましょう。 はい、ということでですね国会ではですねあの合格そのですね、えー、と再受験される方というのをですね一応念頭にですね講義の案内の方をさせていただきたいと思うのですが。あの 今年ですかね、まあ12月前ですね、に年内にですね、お時間が取れなくて勉強が始められなかったという方もいらっしゃると思います。まあそのような方もですね、ようやくお時間ができることになったので、あ,あまあ年明けないしですね、12月ぐらいからですね、えー、勉強を始めたいという方についてもですね、あのまああの速習的な形でですね、え取れる科目を用意しておりますので、あ取れる講座をですね、えー、ご用意しておりますのでですね、えー、こちらのね、えー、と映像でですね、え確認していただければと思います。 と思いますはいではですねまずですねよいしょ画面の方をご覧になってくださいはいえレックのですねえー、と税理士講座ですね、えー、相続税法学習を再スクラトする場合にはですね、えー、2つの講座ですねご用意していますはいまず1つがですねパーフェクト講座と呼ばれるものですねはいこちらのね対象となる方 はい、計算のスピード正確性にですね。まだ自信がない方はい、規則学力がですね。ちょっと足りなかったなというね。ちょっと自覚がある方ですね。はい、あとはですね。理論を丁寧に時間をとって確認したい方ですね。はいであるいはですね。法務試験、権受験後ですね。一旦学習を休まれた方とかですね。またあるいはそうですね、えー、受験宣言、えー、されてですね。時間がまあ,あの割と十分にある方ということ方ですね、えー、こういう方を念頭に置いています。 はいで、このような方はですね。一応基礎学力のですね。再構築というのをですね。測っていただくという趣旨でですね。まあ,あのまあ、えー、これパーフェクト講座というのはですね。まもうすでにですね。9月から開講しているですね。えっ、ー、と初学者講座に相当する講座なんですけどもまあ、こちらをですね。えー、ま、速習的にですね。ええー、と、まあ早い回転で回していただくというのはいいかなというところでお勧めしております。はいでですね。昨年のね。試験。 ねえー、見ますとかなり、えー、いつもの年に比べてはですねあの問題の方がですねかなり簡単、液化していると。 いう状況になっていますで来年の試験ですね同じ試験委員がどのようなアプローチにするかというのは若干読めないところがあるんですけれどももしですねあの今回あのね法、えー、試験のような、えー、形のレベルで出してくるのであれば、えー、かえって上級論点をですね、えー、攻めていくよりも基礎学力足腰がっちりした方がですね、えー、合格の近道にかえってなるだろうと。 いう部分もありますはいですのでだいたい本試験のですね自己採点目安で60点台の方とかはですねパーフェクト講座の方がむしろ良いのではないかなと考えておりますはいこちらのパーフェクト講座ではですね、えー、各回ですねミニテストを実施してまいりますはいあと教材はテキスト発作実力確認テスト8回ですねはいこれをですねまああの4ヶ月ほどで、えー、回していただくような形になりますはい で、あともう一つはですね。上級講座になりますね。はい、こちらはですね。対象としている方はですね。まあ、多年度受験生あ、もうですね。ま23、あ、年2年,3年,2年3年と受けられている方、あるいはですね。まあ、自己管理がしっかりとできている方ですね。あとは年内もですね。学習を継続されていた方。 ということですね、はい、このような方はですねやはり100、まあまあ、年の試験がですね、まあ、簡単だという形になってもね、まあ、あのしっかりと上級のと、ねえー、論点まで抑えたいということであるならばですね、まあ、大体70点ぐらいですが、ね、自己採点で70点ぐらいの方を目安にですね、まあ、総まとめ講義とですね、はい、上級解放講義という過去問研究という形で、はいえー、と論点のです、ねまああのー、レベルチェック というものとですね。えっ、ー、と深森というのをですねえー。2つの方向でやっていくという形になりますね。はいで、教材はテキスト4冊、上級持ち4冊で総合問題ですね。こちら自己採点ですけど、8回ほどご用意させていただいております。 はいで、なおですねちょっとレックの場合はねこの2つの講座ですね、えー、相続税法については通学講座はございませんでですね、えー、通信講座ですね、えー、とウェブ講座か DVD 講座、えー、どちらかを選択していただくと、えー、いうことになっておりますのでご了承くださいませ。はい。 で一応ですねこちらのもの、えー、形でですねこれをまあだいたい4月から5月ぐらいまで仕上げていただくという形ではい、えー、どちらの講座をとってもですね相続税法の直前講座というのにですねまああのー、合流していくという流れになっております。 はい、でパーフェクト講座、えー、簡単にお話ししましょう。はい、パーフェクト講座ですね。す、え、で、ー、にですね、あのこれ九月に小学者の方が学習先行しております。はい、で学習項目はですね、まあ、えー、民法、相続税計算、贈与税計算、財産評価特殊論点ということですが、他のですねレックの科目はですね、四冊テキストがあったと思うんですけれども、相、え、続、ー、税法の場合はですね、それぞれ二分冊にしております。一倍一、一倍二、二倍一、二倍二、三倍一、三倍二、四倍一、四倍二という。 はいで実力確認テストも8回ございますのでテキスト1冊を仕上げていくと実力テスト1回受けるという形になっていますはいですがテキスト1で民法でいじってですねはい相続税増税額計算をテキスト2の段階で仕上げますはいで,で財産評価ですね、えー、に、えー、テキスト2のね後半から出てきまして、えー、申告の確認 はい、えー、財産強化のですね、えー、基本論点の上乗せ応用論点と詰めていただいてあと特殊論点の税猶予とか円納とかそのような計算ですね。はいで、えー、とこれ9月からですね始められている先行されているクラスはですね大体もう9月10月11月12月1月2月3月4月、まあ、2ヶ月で、まあ、1ヶ月1個ずつしテキストを仕上げていくようなイメージですかね、えー、このようなイメージです。 はい、ですから、皆さんですねこれ12月ないしは1月とからですね始めて5月4月、5月で合流することとなるとですねやはりテキスト2冊をですね、まあ、1月ぐらい。 ですテキスト2ですね。はい、2倍1、2倍2をですね、2月ぐらい。で、3月ですね、会計事務所勤務の方とかでお忙しくなると思います三、ね、3、4月でテキスト3、はい。で、4月、5月でですね、テキスト4を、まあ、仕上げていただければ、はい、あこれ、直前クラスに合流ができるかなというふうなスケジュールになっております。はいですのでね、あの年内ですね、学習していなくてですね、はいこれからですね、追いついていきたいという方は、やはりこちらのパーフェクト講座で,ですね、これを 即集的に用いるという形になりますはい、で講義の形式なんですが はい、えー、1回の講義を45分 ×3 コマという形で、えー、行っていきます。はい、でですね、えー通,えー、通信の講座でね特装に合わせてですねマ構成になってますので大体45分というのは1.5倍速にすればですね30分ぐらいになるということですね、えー、そのような形でですね、えー、受講されている方が多いと聞いております。はい、あとはですねこのパーフェクト講座については講義の冒頭にミニテストの理論とですね復習問題計算を実施していくという形になります。 のではいえー、前回の講義でやった論点は次回に必ず確認の問題を解いていく理論計算ともという形になります。はい、でですねこちら、はい、ですね、えー、こういう形になってますけれども、えー やはりですね、あのー、相続税法をすでに学習されている方はですね、やはり後半の論点は重たいなという印象があったと思うんですね。ですので、どうしてもですね、後半になっていくほどです、ね、ちょっと延長がですね、えー、多くなっていくという形になりますのでその点はご了承いただくとともに、えー、もし、です即終の形がちょっと厳しいということであるならば <laughs> これごめんなさい。 え受験経験者はですね、えー、ミニテストやですね復習問題というのはですね特に映像を見ながらではなくて問題与えあ、ね、があればですね、えー、解ける水準にある方もねいらっしゃると思うんですね。でそのような方は大体これ、えー、ミニテストと復習問題だけで30分ぐらいですね講義の前半ちょっと取ってるようなどっちも形になるのでもしですね、あのー、再受験の方についてはですね、えー、ちょっとやり方なんですけどもねあの初学者の方は みたいいにに丁寧にです、ね、やらないで,です、ね、あのミニテストと復習問題は問題だけ解いてこ、まあ、答え合わせだけしていくとでその30分の冒頭講義をです、ねえーとまあ、飛ばしてです、ねえー、とあの本講義部分ですね、えー、これを取っていけばです、ねまあ、ちょっと時間の短縮にもなるかなと思いますので、はい、かなりです、ね、分量をです、ね、多めに見えるんですけれども一応そのような形で,です、ね、対応もできるかなと感じております。はい であとは、ですねテキスト、はいこちらですね相続税法についてはですね、えー、母罪連動のね、えー、テキレックでですねあのこう評判がいいテキストでございますがこれとですね同じどうしよう同じ、ね、レイアウト取ってます、まあ、2カラム形式でやっているということですね、えー、アイコンをですね対応してですね研究とかワンポイントとか対応してですね基礎論点とですね応用論点に区別していくということとです、ねえー、今回のテキストがねイラストに、ね、対応するようにいたしました。 はいで見本ですね、どのようなものか、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ねえー、こういう形です、まあ、2からむですよというのはね、このようにですね、あの細いね欄とですね、まあ、大きく取った欄、2つ取ってですね、はこ、いえー、この細い、未来の狭いところにですね、えー、とワンポイントであるとか、用語解説とかですね、条文番号であるとか、そういうところですね、絵を盛り込んでいくと。 いいう形ではいえっと、どん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 飛ばしていただける方はですね,講義,はとかですね講義はですね、えー、むしろ左側のですねこちらのところです広く取ったところこちらを中心にお話をしていくという形になりますね。はい、ではいいでですねよいしょ ですね、今回このようにです、ね、イラストですね、えー、なるべくつけるように、えー、改訂しております。とはいえ相続税法の場合はです、ね、登場人物が割と限られてるんですね。えー、ですからね、えー、非相続人おじいちゃんおばあちゃんあとは財産取得した相続人ですね、えーまあ、例えば若いご夫婦ないしはお孫さんとか。 財産も土地建物とか金銭とかそういうものがあればですねだいたい相続税の構図っていうのは書けちゃうんですね。ですのではいあのですね、まあ、学習して思い出す時に、ね、あおじいちゃんいたなと決まったマークをつけておけばですね、えー、少しですね記憶のですね、えー、と引き出しをあの開けるのにですね役立つかなというところで、えー、このような形でね少しずつですねこう,こういうふうに分かりやすいところで、ね、工夫しておりますので。はい あとはですねよいしょ。 えこの、えー、レックのですね今までの、ね、既存のものですとで、ねえー、ちょっとですね、えー、と受験ととしては使ううかかなっていう論点もまあまあ多かったところがありますでただですねちょっとそれがいいよという方もいらっしゃるので一概にはですねちょっとね論、えー、私もですねテキストですねちょっとどんどんね善人の,の方ちょっと整理していく段階でですねどうしようかなと思ってたんですが、まあ、このような形で、まあ、一応研究論点ということで例えばねあまりこう失踪とかね想像 税法の試験で使いませんよね。ですけれども、まあ、一応ですねまああのーヒーブレイクというかですねあの緩和休憩というかまあ、まあ、あのちょっとねえー、一休憩した時の読み物としてですね研究論点とか,とか参考論点とかですね、えー、目を通していただきたい。 まあとですね、えー、ミニテストどんな感じかというとはいえー、とですね理論の方はあのちょっとですねまるまるベタ書きで書いてある、えー、とです、ね、時間がかかってしまいますねこのような穴埋め問題をですねどん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 ですね制限時間内で入れていただくと、えー、しかもですね、まあ、ベタでやってるというよりあ立て付けをですね、えー、と要件であるとかこういうものを細かく分けたところで、えー、穴埋めしていただくという形になっておりますはいで ええと、これは計算の復習問題ですね。まあ、これはですね。ちょっと問題集のとこ1個送りました。まあ、これは普通のあの練習問題とね、えー、変わりませんので、特にイメージとかは変わらないかなとは思います。はい、えー、使用教材はですね。ええー、と、直前期はまたね。えー、直前テキスト変わっていきます。はい、その後直前通れんとかですね。全国もし予測を通れんという形では、いまあ実践的な学習に入っていくという形。形 はい、で、パーフェクト講座はですね、テキストですね、と問題集個別理論集とあと耳で測習問題あとはですね、適宜レジュメ等を配布することがありますけれどもま板、あ、書の代わりにですね、パワーポイントでどん,どん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 ですね、えー、とお話ししていくという、えー、スタイルをとっておりますまあ、ですからまああの板書の代わりにですねパワ、あのーポイントをちょっと作ってるなというところでご理解をいただければと思います。はい。 ではです、ね、次上級講座をお話ししましょうはい、えー、上級講座はですね、はい、まあ講義の流れとしてはえー、とですね上級講義問題ですね問題集等の回答をして上級解放講義を聞いていただいて上級到例、はい、このセットを4回繰り返していただくという形になりますですからおおむね、はい、この1つのルーチ流れがですね1ヶ月という目安で進めていただければと思います、はい えー、上級講義というですね、論点の総まとめのお話でその後にですね、皆さん各自宿題でですね、総合問題2問ずつあ1問ずつです、ね、終わられたら解いていただいて、はい、その後上級解放講義ということでこちらにもありますけれども、えー、財産評価の中でも不動産あるいは取引相場のない株式というのをですね、深掘りする話にってね、をしていきたいと思っております。はは、い、い上上級級放、とうのこれですね、えー、直線的 去年の直前テキストをですねちょっと持ってきましてですね、えー、どん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 もう直前期でやるような総まとめの形をもう先にガーッとやってしまうという講義ですねですのでここのところがですねかなり飛ばしていきますまあ一回で七十ページぐらいですねバーッと確認するとかね、えー、いうこともございますのでやはり基礎学力を固めたいというね、えー、希望の方はですね、えー、パーフェクト講座のですね、えー、検討をですねちょっとあのお勧めしてますので、えー、とそのようなご参加 その方はですねレク税リシカの方にですね相談していただければと思いますはいであとはこちら上級解放講義というのは、えー、そのような形でなくてまああの 1, 1回の授業の中でですね、えー、そう過去問の試験4問ぐらい取り上げて それをじっくりじっっくくくりり解いていてとこういう論点は実はこういう切り口があってそれは別の年で問われてますよとあるいはこの問題というのはベースというのが質疑応答事例にあって、はい、その中でも伸びしろがもっとある問題の中の抑えめのこういう問題出してたのでこうもっとこういうふうに難しくなった伸びしろがある問題でしたよねとかですね、えー、アプローチとしては別回みたいのもありますよとかですね、えー、そういうところ。 ですねを詳しくくやっていくといいとう形になります、はい、ですはでからねこれが終わる頃になれば皆さん過去問マニアになっているぐらいのが、ね、相続税法が語れるぐらいの講義でちょっとこの講義がまああのー、そうですね他の学校さんあるいはほ、まあ、他の、ね、エレックの中の科目の中でもちょっとねあの特徴的に深掘りしているところになりますかね。 ぜひここのね、えー、上級解放講義というのは私も力を入れているところでございますので、えー、ご期待いただければと思います。はいあとはですね、えー、上級登壇というところですねはいこれとで仕上げていただくという形になります。はいで全体的にはですねスケジュールとしてはですねまあ、えー、上級コーヒー2回解放講義1回上級ろにやって、えー、で総合問題2回解いていただきますの、ね、です1か月に3問ぐらい。 あの総合問題を解いていてただくちょっと自己採点の部分がありますので、ね、えどうしても自己管理がですね徹底されてる方と言ってるのはちょっとその辺りになりますからね。うん、はいですからそうまとめやって、えー、過去問研究そうまとめやって上級解法講義過去問研究で上級解あのね総合あ総、ま、あごめんなさいそうま,まとめをやって上級、えー、過去問研究そうまとめをやってこれを4回繰り返していくというふうな流れになっております。はい で上級テキストも、ね、簡単に見ていきましょうはいこれはですね実はね、えー、前年の直前テキストですね、えー、単元とかね冒頭、あのーあのー、年号とかそういうものね、えー、変えた形でやってますはいただですねテキストは一緒ですけれども上級あじゃあごめんなさい直前講義よりは時間が取れてますので、えー、少しですね、えー、講義の内容違っておりますので、えー、その点はですね、えー、ご了承くださいませはいでそのような形でねえっ、ー、とー 直前講義のねものをちょっと使ってるスタイルなので、まあ一応論点の炙り出してるのが最初の日同じに来てますね。はい、であとは、えー、計算的そうはですね、えー、っとごめんなさい。 パーフェクト講座のようなイラストはですね使わないでもう端的に論点だけ並べていくというスタイルですね。はいあとはもう過去も意識してもらいたいのではいこうやって過去にこういうものが出てますよというのを、えー、逐一論点の横に入れていくような形になってます。はいあとまあ図表についてもねこの程度書いておいてですね端的な表でちょっとですね、えー、ご説明してるという感じですね。 はいあとですね、理論テキストというのもご用意しております。はいで、解説のところはですね、まあ、このようにね、フレームワークというのをね、ご用意しています。 ですね。ええー、回答のヒントとしては、はい納税区分ごとのですね。例えばね、えー、共通することを聞くというのは過去問で聞かれることは少ないんですね。どうしても差異を聞く、誓いを聞くということですので、えー、例えば無制限と制限で差異があるのか、えー、居住と非居住で差異があるのか。 とといいいううののをでですすね一つの図表でフレーームワークという形でご紹介しています、はい、でこのフレームワークを使いながら、はいえーですね、これは理論テキストの方の過去問研究のところですかね。えっと、一応見開きになっています。左に過去問の問題、あと類題があって、え下にも類題をこうやっても引っ張ってきています。この問題、どのようにアプローチするかというのは、まず柱毛、まあ、重要度も記載してですねえ、これは切り捨ててもいいですよとか、そういうのをですね講義で案内するとと,ともに、キーワード。 はい、あとですねこの柱上げに、ね、至る解、ねえー、答のヒントとして先ほどご案内したフレームワークなどです、ね、の使い方という形で,です、ね、理論をです、ね、体系だったら学習を進めていきたいという形になっているということです。はいで えーとあと上級解放講義の方ですね過去問研究の方はですね、えー、別冊で、えー、過去問研究テキストというのを作ってですね、えー、見開き、えー、左ページやはり問題右側が、えー、と回答とワンポイントとかいう形で構成しています。はいいよろしいでしでょうかね はいでこのようなですね、えー、内容ですね、えー、パーフェクト講座、えー、上級講座どちらについてもですね一応、です合格水準70%アルファ、えー、これを意識したね、えー、学習ですね、えー、を目指すとともにですねまあ、今年の水準だったら8割。 ですね、を頑張って取っていこうというまでで仕上げていきたいと思っております。はい、やはりですね、えー、今回一回、計算あのあ、ごめんなさい、相続税法受験された方は分かると思いますが、計算理論、正確性、スピードね、ね、えー、得点に直結するものにですね、えー、ダイレクトにちょっと向かっていかなきゃいけない試験ですからね、えー、そういうところを磨いていく。あとは、加工も、一回ですね、加工も、ごめんなさい、えー、と経験者、 の方ですから過去問をですねゴールを意識した学習ですねだから皆さんにはですねこれから詳しい思いをし,しましたから半年をかけて山当てしていくね、えー、いうところになりますのではい経験者がね、えー、有利なところになりますアドバンテージになりますからねそういうところをねしっかり活かして学習していただきたいと思いますはい、えー、内容的には以上なんですけれどもはい一応ですねーリクゼイリシカからですねえー、と一応 通知してほしいということですね。講義のね申し込み方法と各種割引制度のご案内のお話になっております。はい。でですね、えー、ごめんなさい。ホームページで具体的にね出そうと思ったんですけど、ごめんなさい。ちょっとページの方が飛んでいかないので、ごめんなさい。ちょっとクリックして、ごめんなさい、えー。失礼しました。ちょっとね、クリックしたらですね、えー、ごめんなさい。飛んでいかなかったので、ちょっとこう口頭でお話ししていきますね。はい。まずですね、この映像も見ていらっしゃる方、はすでにですね、レック 税理士課トップページから入って映像を見ていただいていると思います。はい、その中にですね上の方にです、ね、はい、え特設ページの誘導のですねアイコンがありますので、そこをクリックしていただくとですね、えー、合格発表後の受験計画ということで特設ページが設けられております。はい、でその後、ですね、えー、合格発表後の科目選びというところを選んでいただくとですね、はいあまあ、先ほど今お話ししたです、ね、パーフェクト講座と、ね、上級講座のね、えー、ご案内が、えー、掲載されております。まあ、そこからですねまた クリックしていただくとですね、申し込みのところにですね、えー、至るようになっておりますので、はい、えー、どんどんこうホームページからですね、えー、申し込んでください。 はい、であるいはですね、えー、近くにですね、あのレックのですね、えーとえー、学校がある場合はですね、えー、とそちらに行っていただく。あるいは、まあ、そういう学校がちょっと近くにないということ、まあ、お話を聞きたいということでは,で,はですね、えー、とレックコールセンターというものを設けれております。はいえー、こちらの番号ですね、えー、と平日はです、ねまあ、9時半から20時、えー、土日もやっております。はい、ただですね、まあ、あのちょっとコールセンターではなくて、もうちょっと深い話を聞きたいということであるならば、ちょっと受験 科目相談受講相談ということで、えー、と税理士課をお願いしたいということであればですね、えー、税理士課の専門スタッフが対応させていただきますので、はいえーとえー、と一応ですねその旨もお伝えいただければと思います。 はいあとはですね、えー、レクゼーー講座の割引制度とといいうことですねはい、一応講師としてはですねこのような割引を餌にですねえ受講生の方にちょっと言うのっていうのはちょっとうんってなんか微妙でんかね複雑な心理ではあるんですけれどもそれでもこのような割引制度があるのに使わないというのはですね、えー、もったいない話でございますので、えー、ちょっとですねお話をしておきますはい、えー、上級コースパーフェクトコースのね、えー、と割引の対象なの六6種類ありまして、えー、早期割引の 話上級これ上級コースのみなんですけどもねあとはレックの同一科目採用割引制度40%割引、えー、レック税理士受講生割引30%割引し、えー、他校様からの理解割引20%あとはイベントとか資格説明会のですね割引が5000円引きあとはです、ね、退職者で来た応援割引というのがありますはいこちらについてはですね、えー、パンフレット26ページをねご参照いただければと思いますはいあとはですね早期割引についてはですね、まあ 12月に申し込まれた方と1月に申し込まれた方というのもまたこれがあの価格がちょっと違うようですので、えー、詳しいことはですねパンフレットないしはちょっとレクゼージからしはコールセンターの方にですね、えー、お問い合わせいただければと思います。はい、いよろしいでしでょうかね。はい えー、25分ほどのですねお時間でしたが、ね、<laughs> いかがでしたでしょうかね。はいまあその他ですねわ、えー、からないことがございましたらですね、えー、ぜひコールセンターないしです、ね、士課であるいはですねちょっとまああの今回ご,、ね、あのご案内した飯田の方から何か聞きたいよということであればですね、えー、ぜひご連絡をいただければと思います。はい では、えー、以上で、えー、合格発表後の受験計画、レク税理士講座、えー、相続税法のご案内の映像ですね、終了いたします。皆様、お疲れ様でございました。